高野隆は、日本の弁護士。第二東京弁護士会所属。元早稲田大学大学院法務研究科教授。日弁連裁判員制度実施本部。後半弁護技術に関する、プロジェクトチーム元座長、ミランダのエゲン代表。一般財団法人東京法廷技術アカデミー、代表理事。早稲田大学法学部、サザンメソジスト大学ロースクール出身。 公術の通り、刑事事件の弁護士として名高い。若手時代にアメリカに留学し、憲法を、刑事手続法、証拠法などを学び、英会話に堪能である。近年は、指導的立場につき、若手弁護士を対象とした、弁護技術の研修活動にも積極的に携わっている。ゴーン被告の保釈請求に際しては、住宅への監視カメラの設置など、 具体的条件を提示するなどの方法で東京地裁の保釈決定を引き出している。カルロス・ゴーンの日本からの密出国について自身のブログで裁判官は独立した司法官ではない官僚組織の一部だ。日本のメディアは検察庁の広報機関に過ぎない密出国を暴挙、裏切り、犯罪といって全否定することはできないということである。 寂しく残念な結論である。もっと違う結論があるべきである。確かに私は裏切られた。しかし、裏切ったのは、カルロス・ゴーンではないと綴り、さらに、彼と同じ財力、人脈、行動力がある人が、同じ経験をしたなら、同じことをしようとするだろうことは、想像に難くないと発言した。この発言に関して、東京都内の男性から、 被告の逃走を肯定する発言をブログでしたのは、重大な非行などとして、第二東京弁護士会に懲戒請求が出され、同会の後期委員会が調査を開始した。刑事弁護の業界では、神山博士、後藤忠司人と共に三大刑事弁護人の一人として、広く認知されている。特に三人の中でも、高野は、本職の刑事弁護以外に、 放送教育についても力を入れており、早稲田大学大学院ホーム研究科では、設立時から教鞭をとっていた。ありがとうございます。